おはようございます。松島亮でございます。底辺ユーチューバーでございます。ぎゅう。十二月十二日にミニアルバム五輪プリースタイルが発売になります。よろしくお願いいたします。今日は MLB ルビ米メディアアストロズを鬼舞寺無惨に見立てて。プレイオフのポスターを作り上げるというニュースでございます。 えー、MLB というのはまあアメリカのプロ野球ですねメジャーリーグ、えー、パストシーズンパスパストシーズンね、えー、こんなニュースがありました MLB 悪役ヒューストン完璧だ「鬼滅の刃」モチーフのメジャー PO ポスターに「米絶賛」ワールドシリーズに向けた熾烈な熾烈 な争いが始まったまずはレッドソックスが3年ぶりの地区シリーズ進出を決めたが米スポーツ専門メディアブリーチャー・レポートは新しいチャプターが今夜始まると日本の人気アニメ「鬼滅の刃」をモチーフにしたポスターを作成しツイッターで公開した「主人公の炭治郎イノシシの被り物をかぶったイノ之助ラスボスの鬼物ム無ンら」も忠実に再現しているこれにはファンも「これは熱い神レベルだ」 これはクォーと大絶賛だったまた去年のサイン盗み騒動が尾を引いているのか「悪役ヒューストン」完璧だとの声も上がっていたとえー、まあこんな感じでございますねえっ、ー、とまあメジャーリーグのえー、プレーオフってあのー、リーグで リーグで頑張った強い人たちが、えー、これから、えー、優勝争いをするよっていうことなんですね多分わかんないけど <laughs>、えー、それのポスターでえー、っと敵のチームを、えー、こう悪役に見立てたポスターを作ったっていうね、えー、これがニュースになっててまあ僕はアメリカのこういうなんかジョークっていうのはすごい面白いなって思うんで。 ななんんかいいいじゃないって思うけどうんでサイン盗み騒動っていうのは日本のプロ野球でもちょいちょいありますけどもあのまあどうなんだろうねっていう実際のところなんか野球って結構そういう結構欠陥が多い感じはしますよね最近なんかそのなんだろうまあ敬遠敬遠できるとかあとまあその大谷翔平がめちゃめちゃ最後の方ねフォアボールが多かったっていうのもなんかその。 それなのにホームラン数を競ったりなんか結構ルールざるっていうかそのルールにのっとってまあでもそういうもんなのかなって野球なんか最近そういう感じすることすごい多いですね盗塁しちゃいけないとかねなんか勝ってる時にねなんかそういうなんか暗黙の了解みたいなのがすげえ多くてでなんかこれネット上ではめちゃめちゃ賛否両論のポスターなんですけど僕は面白いなってアメリカっぽいなって思いましたはいいかがでしょうか